みゆさん。彼女が何者なのか、としおくんには分かっているの？彼女は魔に属するもの。違う。私は彼女を退けなければならないの。どうして、あの子をかばうの？それはできないの。
界に来てから何をしているの？そのアイテムどうしてる？私のところに持ってこられる？ええ、だから私が浄化してあげる。多分魔力を実体化させたようなものだと思うからできるはず。私にできるのは変質させることだけ。おそらく似たような性質を持つ有用なものになるんじゃないかと思う。それから彼女の行動を、言い方は悪いけど、監視していてほしいの。切り札みたいなものがあるかもしれないから。
兄ちゃん何？ロボが動かないんだよ。どうしても。やり直しかな。
出力はどうやって調節するの？それはですね、敏夫さん、いえ、いいんです。私が自分でお役に立ちたいと思っただけですから。殲滅アイテムとか魔法のアイテムですね。はい、きっと燃料としてちょうどいいぐらいだと思うんですよ。今は作ったばかりの小さい爆弾を入れてきましたけれど、あまり弱いものを入れては意味がなくなってしまいますから。この街くらいは破壊できると思いますよ。
名前を呼んだ後に命令すると言うことを聞くんだよ。一応今は基本プログラムと一部のお手伝いプログラムしか組み込んでないけど、バージョンアップすれば何でもできるようになる。